エモトの組手になってますね、はい、エモトの組手、はい、足技、そうですね、足技、はい、はい、崩しました。エモトはですね、はい、今回非常にチームの中でもですね、一番仕上がり良い仕上がりを見せてまして、はい、でまたここ1年で非常に成長した選手なんですね、ですから今日はやってくれると期待してるんですけども、はい、もともとこのエモト選手は格闘技が大好きなんですよね、はい、はい、そうです、非常に気の強い選手ですね、はい、はい、ですけど繊細なところも持ってるんです、はい、はい、まあ、このクラスは韓国のチョン・ソンスクと中国のチョウ・テキがまあ非常に強い選手なんですが、はい、この2人がもうすでに準決勝で対決することが決まりましたからね、そうですね、エモトとしてはチャンスですね、そうです、組み合わせは非常に組み合わせですので、はい、こういったチャンスをものにしていかなければダメですね、はい、はい、最初はですね、作戦としまして最初はもうよっ、内股、いいですね、最近この豪快な内股一本、日本のエモトが香港のウーチンフィと対戦します。さあいよいよこれから試合始まります。エモトは内股一本勝ちで進出しています。左白がエモト、そして赤がウーチンフィです。エモトは非常に調子がいい、体落ち行きました、いいですね、体落ち有効です、技ありですね、技あり、技あり、はい、寝技、寝技チャンスです、寝技に入ります、はい、切れ味ありましたね、はい、彼女の得意技なんですね、はい、体落ちが今2段ご覧のように技あり、はい、最初は有効だったんですがそれは技ありに変更になりました、はい、エモトの寝技も非常に得意としてますので、ここから集中してですね、はい、最後まで戦ってもらいたいと思います。エモトはもちろん大いに期待されていたんですが、はい、66キロの大石もね、はい、中国のジョコンを破りまして準決勝進出、ね、はい、乗っています、寝技、はい、残り10秒です。ウーチンフィが今懸命に寝技に入ろうとするところですが、時間が今4分経過しました。よく頑張りましたね、持田さん、やりましたね、はい、はい、これで江本優子選手が見事に61キログラム級で決勝進出を決めました、はい。